いつもと違う場所のお気づきですか。今日からここが僕の新居です。はい、というわけで来ました。引っ越しの日です。もうね、部屋に何もなくて声がすごい響く。とりあえずじゃあ部屋を紹介しましょうか。今本当何もない状態で、これからちょっとあのね、内装チェックとか、部屋の掃除とかをしなきゃいけないので、それではちょっと部屋を紹介しましょう。はい、まずこちらが玄関です。で、玄関から直接リビングみたいな感じでね、はい、こんな感じになってます。で、そこ大きな扉があるんですけども、開けましょう。ここはね、いろいろ収納ができるところです。はい、すごい奥行きのある収納で、ここも収納で、ここが、あれ、洗濯機置き場になってます。見えるかな、ちょっと見える、ちょっと移動しようか。はい、こんな感じでね、ここが洗濯機置き場、ここ収納で、ここも、なんかすごいいっぱい物を置ける。ここ僕なんかもすっぽりか。どこだ。そして、この収納からちょっと横にずれると、はい、あちらがキッチンです。キッチンが2畳あるのかな、ちょっと行ってみましょう。はい、こちらキッチンです。だいたい2畳ぐらいの 広さかな、まあそんなに広くはないですけど。で、上が換気扇で、あそこに食器を入れる棚なんかもあります。コンロは IH の一口だけですね。で、こっちが、はい、トイレとお風呂一緒になってます。はい、狭いね。まあ男の一人暮らしでね、そんな広いお風呂とかトイレとかいらないですよ。はい、はい、そしてこのキッチンから、はい、このリビングを通って、そして向こうが、はい、もう一つ部屋があります。行ってみましょう。ちょっとカメラの画角が狭くて、これがもう目いっぱい引きの図なんですけども、これが、もう一部屋ですね。だいたい7畳あります。7畳です。ここがベランダもついてますね。ベランダというかバルコニーというかついてます。で、ここ、はい、上もそうなんですけども、僕のね、気に入った点、ここはね、この部屋すっごい収納がとにかく多い。まずここ、まずてかそっちにも1個あったね、収納が1個あって、ここも収納なんです。すごいっしょ、すごいっしょ。そしてここも収納なんです。ここも収納、もう壁一面収納、あっちも収納、こっちも収納ね。これで僕の大事なコレクションをね、あのこの前の動画でいろいろ見せたけど、そのコレクションをここにしまえるわけですよ。はい、というわけで、一度、内装チェックをするので、しばしお待ちください。はい、それではまずやることは掃除。はい、ちゃんとね、壁とか拭いとかないと、あれよ、あれ症候群になっちゃうからね、なんてシックハウス症候群に、ね、なっちゃう。まあ、体がね、そんなに強い方じゃないからね、しっかり掃除をしとかないと、鼻水とかね、目とか涙とかすごいことになっちゃうから。それでは掃除します。うわー、掃除終わりました。いやー、疲れた疲れた、もう手痛い。あっと、じゃあ荷物持ってきますか。それでは行ってきます。しゃ、おはようございます。いやー、引っ越し荷物を全部搬入し終わって、力尽きて寝ちゃいました。はい、おはようございます。髪がボサボサです。よいしょ。というわけで、はい。
引っ越し終わりました。引っ越し終わったのかな。ちょっと今荷物を運び終わった部屋をお見せします。はい、こんな感じになってます。いやーね、こう見るとなんか荷物多いような少ないようなって感じですよね。だいたいこっちの、7畳の部屋と9畳の部屋があるんですけど、7畳の部屋に荷物をこう全部寄せたんですけど、なんかもうこれだけなんですよ。なんかまだいけるな僕のあのおもちゃライフまだいけるなっていう気がしてきました。はい、そうですね、うん、まあこんな感じです。まあ、これから荷物を片付けたりなんだりするんですけども、まあゆっくりやっていきますわ今からちょっとあれなので、まあ帰ってきてからとか、あのいろいろ頑張りますわ。はい、というわけでお引越し完了です。皆様、声援応援、いや本当にありがとうございました。まあ、ツイッターとかね、コメントなんかでも引っ越し頑張ってくださいみたいなね、コメントとかあのたくさんいただいて、いや本当になんとか終わらせることができました。はい、これからね、まあ、この新しい部屋で、まあ、どんどん動画を撮って配信していきたいなと思いますので、とりあえず、うん、そうだね、頑張りますそれではまた次回、バイバイ。